ごちそうカントリー、今回は三島市からスタート。今日は何を紹介するのかな。今日は箱根清六三島野菜の中からレタスです。あ、レタスいいね。しおちゃんはレタスどんな風にして食べるのが好き？いろいろありますけど、やっぱりサラダが一番多いですかね。いいね。僕はね、レタスチャーハンが大好きなんだよ。わかります。レタスとご飯のあのハーモニー、チャーハンなのに脂っこくなくて、あの軽い食感、シャキふわシャキふわ。どちらかというとレタスよりくんちゃんの方が軽そうですけどね。まあどちらも軽い感じではありますけどね。さて、生産者前島さんを訪ねました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前島さん、はい、こちらのレタスは何というレタスですか？はい、箱根清六三島野菜の中の箱根レタスと言います。今年の出来いかがですか？そうですね、夏の猛暑の影響はありましたけど、とっても美味しいレタスになってます。楽しみですね。ということで今回はこの箱根レタスで決まり。みずみずしくてシャキシャキ、色も味も濃くふんわりとした食感が特徴。手軽で美味しい絶品メニューもご紹介します。食でスマイル、ごちそうカントリー。今日の生産者前島博和さん、レタスの他に葉生姜やトウモロコシなども栽培していて、収納歴は15年ほどになります。の特徴を教えてください。はい、シャキシャキしていてみずみずしいのはもちろんなんですけれども、若鶏の収穫を心がけているので甘みも強くてえぐみも少ないのが特徴です。ここの箱根清六地区でできる農産物が本当に美味しいっていうのはどういう理由からですかね？そうですね、やっぱこの土地の土にあると思います。富士山の火山灰土と赤土がバランスよく混ざり合っていて、非常に水はけが良くて保肥力の高い土なので、どんな野菜を作っても美味しく作れます。この地区では収穫期間はいつ頃から始まるんですか？そうですね、この地区のレタスは10月から3月、4月、5月まで収穫する生産者もいます。結構長く取れるんですね。はい、そうね。今私たちの目の前にあるこの箱根レタスも収穫時ということですか？はい、そうですね、今収穫が始まってます。収穫のやり方を見せていただきます。お願いします。はい、お願いします。すごい、あのとんがった、刃先のとんがった包丁を使うんですね。早い、あっという間に、あ、すごいいっぱい刃がついて、はい、わー、よく見ます。あ、やっぱり結構落とすんですね、外の刃は。なんかいつも思うんだよね、もったいないなってこんな感じですかね。わー、綺麗、すごい。ちょっと我々も収穫体験したいんですけども、はい、ぜひやってみてください。いいですか？いいですか？はい、お願いいたします。ありがとうございます。まずは沢井さんから収穫体験。根元包丁を入れますね。はい、よいしょ、あ、スパッと切れますよ。そして外の刃を取っていくんですね。そうですね、そっから弱取っちゃう。はい、この辺まで落とすの、わー、ちょっともったいない気もするんですけど、出荷基準としてはこうやって取っていくということですよね。そうですね、ちゃんと取ってまだ、はい、それぐらいで、それぐらいで、はいはい、わー、若鶏とおっしゃってましたけど、でも色が本当濃いですよね。そうですね、もう美味しそうなのがわかります。はい、美味しいと思います。続いてくんちゃんも収穫体験。よいしょ、根がどこにある、根がどこにある、ここかな、ここかな、いきます、せーの、ほい、よし、よし、よし、で外葉を落とす。はい、もっと落としますか、これ。もうちょっと一周ぐらいですかね。もう一周ぐらい、こんな感じでどうですか？はい、大丈夫です。こんな感じで、はい、本当に綺麗なレタスですね。今年の出来はね、非常に良かったっていう話がありましたけども、納得できる、ね、レタスですね。うん、うん、ありがとうございます。はい、品質の高い箱根レタスを作る生産者をサポートするのは JA フジーズの元久さんです。
生産者へのサポートや JA フジーズの取り組みを教えてください。はい、生産者さんに発種日の日程とかあとは品種とかを伺って、収量出荷の予測を行って出荷の安定化につなげるといった取り組みを行っています。あとは真空ヤレを使ってレタスを芯の部分まで冷却をして品質の保持につなげる、そういったサポートを行っております。真空ヤレっておっしゃいましたけど、真空にする意味って何ですか？はい、真空にすることでレタスの内側の部分まで冷却をすることができて品質保持につながるので行っております。真島さん、はい、こういう JA のサポートいかがですか？はい、大変ありがたいですね。本当に栽培面においてもですね、販売面においても僕らと一緒に取り組んでやってくれてるので非常に助かってます。これからも良き関係のもと、はい、良きチームワークでさらに美味しいレタスを期待しております。よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ここからは美味しいを作りましょう。今日のごちそうは何かな？教えてくれるのはファーマーズマーケット西丸館の横田さんと鈴木さんです。今日は何を作っていただけますか？今日はレタスの煮込み噌炒めを作ります。レタスと味噌合う？合います。合いますか？いや、楽しみだね。ですね、はい、それでは参りましょう。美味しいを作りましょう。レタスと肉の味噌炒め、材料はこちらです。まず何から始めますか？はい、レタスをちぎっていきます。お願いします。お願いします。水洗いしたレタスを手でちぎります。これは包丁で切らない方がいいですか？そうですね、包丁で切りますと切れ目が酸化しますので手でちぎっていきます。キノコは石突きを切り落とし食べやすい大きさに裂いていきます。生姜は皮をつけたまま千切りに、ニンニクは薄い輪切りにします。豚バラ肉も食べやすい大きさにカットします。フライパンで生姜とニンニクを先に炒めて香りが立ってきたら豚肉を入れて炒めます。豚肉に火が通ったらキノコを加えさらに炒めます。ここで味噌や砂糖などの調味料を加えて全体に味がなじむように炒めていきます。最後に主役のレタスをたっぷり加えます。レタスを入れてからどのぐらい火を通していきましょうか？もうあっという間ですね。火を通しすぎない方がいい。そうですね、軽く混ぜ合わせ器に盛り付ければレタスと肉の味噌炒め完成です。いただきます。いただきます。うーん、シャキシャキ。レタスとお肉、味噌、よく合うね。うん、お味噌のコクにレタスの自然な甘みがマッチしてます。うん、お味噌とレタスをこう合わせようと思ったこのきっかけとかってありますか？そうですね、イベントがございまして、はい、その時にちょっと考えまして、はい、イベントで出されていた、はい、普段どんなお仕事なさっているんですか？はい、普段はここ西丸館のマルトキッチンがございまして、そちらで季節のお野菜の紹介ですとか農産物の紹介ですとか、あとそれらを試食などしてお客様に覚えていただくように頑張っております。鈴木さん、他にも何かお料理っていうのはありますか？そうですね、私も味噌汁とかスープとか、あとレタスのバター炒めとか。へ、レタスをバターで炒める、コクがあって美味しいですよ。やってみましょう。くっちゃん、本当だよね、気になりますね。地元のこの地区のレタスに関してこう思いっていうのを聞かせていただいてもいいですか？はい、お客様の中には関東方面からわざわざ三島の野菜を求めていらしていただくお客様がおられるので、そういうお客様にはたくさん三島のお野菜を買って召し上がっていただきたいと思います。はい、鈴木さんは地元の農家さんが丹精込めて作ってくれたレタスをいろんなバリエーションで皆様にも召し上がっていただけたらなと思っています。いろんな食べ方があるんだっていうことを知っていただいて、たくさん食べていただきたいですね。生だけじゃないよって。そうそう、ね、はい、勉強になりました。ごちそうさまでした。嬉しかったです。ごちそうさまでした。ご紹介したレタスに関するお問い合わせはご覧のところまで。
箱根レタス美味しいよ。